ューヨーク大好き芸人です。マジでなんすか、全然知らない。こんなん撮ってくれたんすか。バッと来てもらえなかったけど。おもろ、嬉しいね。第3回やめるまで俺あると思う。お互いだからロミスやったらいいじゃん。マジで2人ちょっと泣くかもしれないですね。はい、はい、ということで、ニューヨーク大好き芸人、3日目でございます。シャープ3。はい、まあダンビラムーチョの大原君がここから参戦ということで、昨日はだいぶ熱い話をね。いやちょっとだいぶ胸熱でした。そうね、第3がもうすごかったから。やっぱね、6足入ってたな、ね、完全に。それが嬉しい。うん、嬉しいね。だからこっからはもうそんな、ね、何の話あるか、何を喋んのっていう感じやけど、あと2回分あるんですよ、ね、あと2ありますから。2あるね。ちょっと見ていいですか。じゃあこっからは何か、なんか暴露みたいな、変な話。そう、それが怖いわ。変な話しそう、こっちになりそう。第3がそっちも6足入ってニューヨークある。さあ、ということで、もう忘れてなかったっすね。ニューヨークあるある。俺らが知ってるやつじゃないんですよ。ごめんごめん。大宅 TV の時の第3ですよ。持ち込まないでください。ごめんなさい。ニューヨークあるあるっていうことでね。まあ、いろいろあるでしょ。あ、個人個人いきますか。じゃあ、島さんのあるあるから。俺、歩き方かっこいいっていうのありますね。島さんね。島さんのなんか歩き方かっこいいじゃないですか。小ささを感じさせない歩き方。なんか胸張って、なんか常にこのジャケットのここをなんか触りながら歩いてる感じ。何それ、お前のファーストエピソード。で、後輩からしたらあれですね、そのこのひょうひょうとしたボケじゃないですか、なのに挨拶は結構爽やかって。あーそう、挨拶めっちゃ爽やかっすね。えいみたいな。あーそう、はい、めっちゃ爽やかっす。なんかその時のすごい手がちっちゃく見えるね。なんやねんこいつ。ちょっとちゃうねんお前。すっごい、どういうことなんですか。でかく見えてるかもしれないですね。いや見えてます。やっぱ胸結構張ってるから、うん、そう、小ささを感じさせない。だからたけしさんみたいなことかな。かっけえ。ライたけしっすか。たけしさんみたいなかっもことじゃないかな。志麻さんの小ささを感じさせないって。確かに。でも一緒にパチンコ縁行ったら、やっぱ隣のおばさんと身長一緒でしたよ。俺さ、小さいじゃん。なんか俺たち見慣れてさ、なんかあんまり小さいっても思わなくなってるじゃん。はい、ほんでさ、タクシー乗って、どっか飲み行こうってなってる時に、はい、俺ふとね、ふと綺麗な人が身長高い人が、まあ、タクシーで横通り過ぎたんだよ。はい、その時に島さんに、島さんさ、ああいう身長高い女性と、なんか飲み歩いたりとかしたことあんのって言ったら、いや、ありますよ。え、その時どんな気持ちなのって言ったら、マジ恥ずかしいっすよ。やっすよ。歩きたくねっすよってずっと言ってた。気にしてんだよ。気にしてるっすね。だからほんとパチンコ屋だとあるあるは島さんを見つけられない。そうっすね。島さん見つけられない。視界にないですもんね、やっぱ島さん。チューブみたいになる。168ある。島さん、かわいいよね。結構。なんか現場とかが一緒になった後に、あ、この後無限大みたいな。あ、無限大っすねってなった時に、結構、島さんが、まあ、飯行くかとか、大体の先輩だったら、そうだけど、うん、歩くかって言って。かわいい言い方が。で、歩くかって言って、うん、原宿から渋谷まで歩くかって言って、で、こうやって歩いてて、懐かしいなぁ、これ大学の時にさ、友達と毎週原宿、用もねえのに来てたわ。わかるわかる。またあるわね。ちょっと昔の思い出をなんかね、哀愁漂わせながら言う。やるもんな、そういうの。これ、まあ、この間今週だから先に大宅 TV で流れちゃうけど、はい、嶋佐って最高めっちゃあるでしょ。あるわ。嶋佐って表現方法が最高しかない。うわ、言うわ。何食べても美味しい、うまとかじゃなくて最高。めっちゃ言うわ。めちゃくちゃあるあるだよ。楽しい。今もうプールでみんなでうわーはしゃいでる時も最高っす。バチンコで勝った時も言うでしょ。最高。最高。小当たりラッシュ入った時言いますね。最高。最高。小当たりラッシュ。ずっと最高ですもんね。最高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 の時間続くからね。小当たりラッシュは。うん、確かに最高って言うね。最高言いますわ。あとタクの島さんの笑い方って結構前からモノマネやってんだけど、普通だったらよ、普通だったら芸人メーカーで打ってたな。この間さ、みたいな、屋敷こんなことあったんだよで、みんな、島さん違うんだよ。この間さ、屋敷こんなことあったんだよ。あるわマジある。怖いでしょ。マジある。マジある。あと、かわいいっすよね。笑いの時さんが、笑いの時さんで、あと声出して笑わないんだよ。
笑いも分かるし、表情で、ね、言わないのよ。確かにチャーってなんだよ。あれはこう笑いますもん。分かる、関根さんみたいな表情するし。関根さんグッて読んだよね、これね。こういう顔しますね。そう、関根さんみたいな。時差も感じますわ。時差感じんだよ、ワンテンポ時差。しますあるあるで言うと、飯行く時に、あ、そういえばこいつ左利きだったって毎回。何やねん。何だこの細かいあれ。左利きはそうだし。あ、思いますね。あるあるです。あるあるなんですか。やっぱやどうなの、そのやっぱモテないよね。なんなんモテるから。あるあるで言うとモテないよ。モテないって言うてるけど、この前女子いるなんか飲み行ったんですよ、うん、で島津と島津さんで、うん、で島津さんがすごいひょうひょうとして、あのディレクターさんとかもいたんで、うん、こうひょうひょうとしても綺麗なお姉さんもいっぱいいて、なんかひょうひょうとして、いや本当なんだろうな、ひょうひょうとしてるキャラで、なんかめっちゃ一人の女の子が下ネタ言ってくれるみたいな、うん、でみんなでうわーって大興奮したらトイレ行くみたいな、うん、ちょっと今トイレって何するんですかって言って、すごいそれまで結構クールだったんですよ、いでたちが、うん、いいね、最高最高で、それで戻ってきたら、こうティッシュこっから出てるっていうボケ、とか言ってめちゃくちゃ滑ってました。やっぱ見せてないからキャラを。受けてたから、受けてたろ、お前嘘つくな、お前滑ってんねん、滑ってんねん、あれは受けてた、酔っ払ってるから受けたと思ったけど、滑ってんねん、嘘ついた、高尾がとうとう嘘ついた。うまいことできないのよ、コンパとかでもさ、なんかその、こいつはさ、飲んでさ、うわわわわってさ、女性の扱いうまいんだよ。しなさってあんまりそういうことをやってきてないから、苦手なんだよ。教科書みたいな、なんかボケみたいなのやるというか、コンパの時は。教科書なんかその、そのティッシュもそうだし、なんかこう、うわみたいな、なんかこう。そう、そう。のとか。それのこける量が多いから、なんかちょっと。女性にはね、持って、あんまり持ってないけど、優しい。うん、あ、優しい、しますね。ほんと優しい、もうほんと。もう10年ぐらい前だから、もう全然言うけど、あの先輩がやってるバーがあって、そこに行ったの、はいね、まだ1年目、2年目ぐらいのレベル、はいはい、で行ってこう飲んでたら、なんか地方から来たなんかその女の人がいたの、はい、どっか岩手か、なんかどっか東北の方から来て、はい、そしたらなんか島さんとすごい意気投合してて、うん、で俺もちょっと仲良くなってみたいな、で俺その日島さんの家泊まる予定だったんで、あもうそろそろいい時間だから帰ろうかみたいな感じでこうタクシー捕まえるとしたら、その女の子がパッと来て、え、私もちょっと島さん泊めてくださいみたいな、うん、あったんだよ、そういうことが、この展開、うん、で、でも俺もいるけど大丈夫みたいな、で、私さんは先に泊める約束してたから、いや全然いいですよってパッと言ったで、俺気使ってさ、なんかそのじゃあちょっと俺コンビニ行ってこようかなみたいな、うん、あら気が利く男ですね。でなんかそれなんでそうなったかっていうか、ちょっとなんかチューみたいなしてたのよ、でなんかああちょっとじゃあ俺ちょっとコンビニ行ってくるわ、酒なくなっちゃったな、こうやってなんかいるかって感じでこうやって行ったので、15分ぐらい経ってさ、こうやってパッて戻ったらまだチューしてたから。なんか行け、優しいやねん、優しいキス、向こうからしたら気味悪いっすよ。ずっとなシュウ以上のことしとったらどうすんねん、逆に優しい、丁寧、ね、ちょっと長いな。シマさんあるあれだけどさ、シマさんよくチーズ、あの宣言してからなんかやらない、わかる、たま酒飲んでて、なんか今日島さん的に今日飲んじゃおうかなって思ったら、うん、勝手に飲めばええやん、なのにさ、俺今日ちょっと飲みますわ、俺今日飲みます。あー、わかる、なるほど、宣言してから俺今日やっちゃいます、やっちゃいますとか言って、ちょっとパチンコぶち壊してきます。言うわ、必ず宣言、そう、決意言うよ、決意タイプだ、あるあるじゃない、決意タイプっすね。何あと、これはもう本当全員思うでしょ、マジさ、ちょっとの間で洋楽口ずさむよね。あー、まあ、ないよな、あれ、俺ん時だけやってんの。いや、ニューヨークの YouTube プロの時に行ってもそうですよね、洋楽、はい、じゃあちょっと休憩入りますとかさ、はい、の時に、いきなりふんふんふん、マジ、多いっすよね、洋楽なの、しかも洋楽なの、ずっと洋楽、信号待ちで止まった瞬間に歌い出すからね。マジで自分らのコントでいじられるような人そのままやってますね、それ。いや、ほんとそうなのよ、うん、何回か言われたことあるので、あの島さんに、あの小さい声で突っ込まれた時嬉しいっていうのありますね、なんか、あ、そうなの、わかるわ、なんか、いや、それお前じゃなくてもいいんだぐらい似てるな。言われた時になんか嬉しい。あいつ飲んでてもさ、いや、それ違うだろうみたいな言わないよね、言わない、言わないし、言わないし、なんか、お前、うん、それ本当にお前かって。そんな感じだ。わかるわ、わかるわ。めちゃくちゃ変な質問してるやつみたいな。本当かってここで言うみたいなありますもんね。
だ自分がミスした時の一言目、よっだもん。あーあーイメージあるわ。お前うまっ、うまっ、一言うまっ、意外といろんな人と仲良くなれるんだよ。しかも芸人なんだけど、実方とかだったらさ、うん、なんか刺身とかだったら、うん、なんか面白いことやれよとかさ、うん、なんかそんな感じの振りあったりするじゃん、面白いこと言えよみたいな。嶋佐ってね、そういうことをね、言わなくてもいい存在なのよ。そう、別の、そのね、言ったらお笑い業界じゃない人たちからも、そういう扱いされないの。確かに芸人以外の人とも結構なんか、そうなんだよ。なんか一回仕事した、うん、あこの間初めて仕事したディレクターさんですとか、うん、作家さんですとか、あのミュージシャンの人ですとか、ですぐそこにあの渋谷のバーがあるんだけど、うん、でそこのバーの店長さんってこんな髪の長い人いいんだけど、うん、その人と仲良くなってる。なんで？ありますね。そう、俺飲んでたらロン毛の人に声かけられてさ、嶋佐君知ってますみたいな。あ僕よく飲むんですよ。なんで？すごいね、こういう関係意外と。確かに広いっすわ。まあ音楽好きだからそういうバンド系の人とかと、ね、趣味がね多いし。であと意外とその女の子にモテないけどガッツあるから、あの行くとき行くのよ。だからあの去年の単独ライブ、俺単独ライブチケットさもちろん持ってないし満席だったから俺席で見れなかったのに、急にマネージャーが「あ大輔席一席で用意できます」みたいな。えいいの？いや他のお客さんにあげないみたいな。いや大丈夫ですみたいな。あの招待で呼んでたんだって。お招待であの、うん、頑張ってグラビアアイドルの子を。なるほどね。グラビアアイドルの子招待したんだって。声かけてて。そうしたらその普通だったらさ行けない時ってさ、うん、本当にすみません広告をあってみたいな。はいはい。なんじゃんだけどもその子はあのすみません今日ちょっとやっぱ行けませんぐらいの軽いラインで。ちくしょう。舐め上がって。ふざけんな。俺たちの嶋佐舐め上がってよ。初日もうマジ切れてた。なんだ。蹴るって言ったらもったいねえとか言ってもったいねえとか言ってるすごい、そこに俺座ってみれたからそのそこに座って断ったアイドルのアイドルのおかげで僕あの一回あの嶋佐さんと音楽のライブ行ったんですけど、うん、あの僕がライブ終わりで大きいリュック背負ってたんですよ、うん、でなんか刺身あれだったらあの荷物預けるみたいな、うん、そのクロークみたいな、うん、でなんかこの40リットルぐらいの袋渡されて、うん、その中に入れて渡してたら後で交換みたいな、うんで、嶋佐さんもリュックしょってたんですよ、うん、で、あ、嶋佐さん入れねえかなとかって思って、うん、で、あ、俺はいいわって言ってで、僕がリュック入れてた、うん、あ、やっぱ俺もクローク預けよっかなって言って、うん、で、僕、もう一個じゃあクロークお願いしますって袋もらおうかなと思ったら僕のリュック入れてるところに嶋佐さんがうっしゅって入れ出したんですよ、うん、でも、絶対入んないんですよ、うん、もう一個なきゃねもう一個なきゃ、うん、で、あこうやってもちょっとあんま言いづらいなと思ってうわちょっと入んないかもしんないっすねとか言ってって言ってなんかスッて立ってでもう一個って言うかなと思ったらちょっと待って一回出してって言ってでなんかこのリュックのこの、あの向きをこうあのかますようにして かますようにこうしたら入んじゃねとかって言ってやっててちょっとこれでいいっすかみたいに言ってあすいません上結べないとダメなんですよあーそうなんですかじゃあちょっと待って刺身もうちょいこっち側にしてやっもうで、なんで、で、こっちちょっと待ってって言ってもうよし、よしってやつが嶋佐さんが急にダメだ恥ダメだ恥って言ってたら店員さんがもうあの上締めなくていいですって言って笑いながらもう8位とまで言ってるからそうだもうかわ、かわいいんですよねかわいいわ2つにすれば500円だからいいんですけどやっぱ、まあ、かわいいよな、ね、本当に柴田さんそういった意味ではもう愛すべき人っすよなんかその特段さなんか笑わせてくれるってないよねああ急に大さ一緒に飲んだりとかさ何にモテないとか笑わせてるモテ るし笑わせてるから致命的確かに普通の話をロートーンで話してくれるもんね笑か俺嶋佐笑かしてくれたことあんまないなと思って10年一緒に見てもやっぱ聞くのがうまいんじゃないあだから言っちゃうんかなそうですねでももう超モテ要素ですよねそれ嶋佐さんになんか結構話したくなりますもん、うん、こういう話ましたとかそれをなんかみたいな嶋佐さんの大学取れたらすげえ嬉しいよねあー嬉しい嬉しいっすね遅れのねどうやって笑ってくれるんだっけこれこれ飲んでる時にさ発動してくれたらめちゃくちゃ嬉しいで確かにで嬉しいけど間あるからちょっとドキッとしますよねそうなんだよあれみたいな相手の中でこう頭の中でブワッて考えてから笑うからちょっと
でもさ、女の子にそれ、なんかそうやってる感じも見たくないよね。どうすね、女の子隣にいる時もさ、女の子はこうやって笑ってるとこ見たことなくなる。あ、嶋佐で。あるわ。あれどうやって口説いてんだろう。めちゃめちゃ愚かしてるわ。口説けてないんだよ。口説けてないの、うん、ロック好きでさ、半端じゃなく盛り上がるよね。俺これ前のラジオで話したことないけど、私ロック好きなんです。え、マジ？え、誰誰？俺フジロック行ってるよ。え、行ってる？去年行ってた。マジか、大さんロック好きなんですって。って言うことか。え、俺だからそれのローテーション版を見たことあるんです。え、マジ？え、俺も好きだよみたいな。それも見ました。最高って。最高。それ最高。全然思んないやつ。島さん、調子悪い時の島さん、本当信じられないところに目がつく。調子悪い。疲れすぎてる時。疲れてきて。ね、黒目がもう見えない、捉えられない時あるもん、島さん。調子悪いとこじゃない。調子悪い時の島さん。あとね、島さんってさ、あの、許せないことがあるんだよ、自分の中で。芯があるよね。ある。芯は本当ある。感じます。これはダメでしょ、みたいな。ね、なんか例えばなんか店員さんの例えば態度だったら、うん、なんかその態度が悪いんだったら別に許されるんだけど、うん、なんか、あ、これすいません、このグラス下げてくださいのに下げなかったら、いや、これはないでしょみたいな。わかるわかる。あいつの中のね、 あいつの中のなんか一個芯があって、だから知ってる、意外と俺たち気をつけないといけないよ。志麻さんのあれ激励に触れてるからね。え、嘘、そんなつもりないっすか。ネタ尺守んないと嫌いなの。ネタ尺守んないと嫌いで。え、じゃあニューヨークさんちゃんと4分の時4分。ニューヨーク意外とアドリブとか入れないから、あんまり時間内に収まんない。なんでそれは飲みの席とかで許せないんすよって言ってたってこと。いや、なんかね、この間俺も初めて知ったけど、あの舞台袖のあの交番表あるでしょ、はい、で交番表何分何分何分って書くじゃん、はい、で多分ニューヨークがケツぐらいの方だったのかな。でそのパッと見て、もう時間めっちゃ押してんじゃんみたいな。いや、俺許せないんすよね。後半の人に迷惑かかるのに、なんでみたいな、このトーンで。俺めちゃくちゃ守んないじゃん。守んない。だからそれで切れてた。俺本当に考えらんねえんだよな。意外だな。マジっすか。マジで意外。だから自分勝手なの嫌いなの。で、なんか一回ミキさんがすごいオーバーしてて、でね、コマンダーテビシーさんもネタ尺とか結構厳しいから、はい、でミキさんにちょっとお前守りやみたいなこと言ったら、いや何言ってんですか、もうしょうがないじゃないですかみたいな感じで。こう言ってたらしいんですけど、それもマジで考えられない。人の話、そんなエピソード引き合いに出して。公務員芸人もうほら、みんなオスじゃん。そういうタイプなんだ。でも、こいつパチンコ屋の時ルール完全無視だけどね。やっぱ隣の人の激アツリーチさ、お前、俺とジャンボだったらこうやって見ていいじゃん。もちろんさ。あいつ全く知らない人で島さん、ここまで行くから。絶対ダメですよ。本当に。そう、あれを言うな。絶対にダメなんですから。いや、もう行かないよ。本当だよ。あれ、何回も喧嘩してんだから。何回も喧嘩。お前、サッカー見てくるじゃん。問題やん、もうそれじゃない。そんな喧嘩するか。多分だけど、今最近のこう仕切りあるじゃん、はい、多分こうやってるやるか。しっかり閉じてから。ダメっすよ。何が自分のルールですか、自分の中のルール。むちゃくちゃです。切れないやつに切れんの。その話をされんのか。いや、こうやって見てたら、見てくんじゃねえって言われて、マジ。あ、マジ頭おかしい。よくないっすよ。よくないっすよ。ダメだよ。確かに。ダメじゃないよ。あとやっぱあるあるで言ったら食が遅いよね。食が遅い。食マジ遅い。ほんと俺ラーメン屋行ってさ、で、俺ラーメン屋で大盛りに しないやつ考えられないと思ってる。それも変。ラーメン屋行って昼。それも変、大さん。で、普通に、あ、じゃあ僕ラーメンだけでいいですって。いや、大盛りしろ。いやいや、大さん大盛り食べれるかもしれない。いや、ラーメン屋だって大盛りが当たり前だろ、男なんだからって言って残してたもん。本当に食べれねえんだこいつ。そう、そういう人いますよ。遅いもんね、大盛り多い。遅いね。弁当とかも、楽屋の弁当とかさ、はい、みんなと食べ終わる時間絶対ずれるもんね。確かに。でもなんかあのソーセージのなんか営業みたいなので、ソーセージの会社の弁当屋にソーセージ行く、結構ソーセージをパクパク食べてるぐらいで、なんかもうちょっとお腹いっぱいみたいな。ちょっと食べてしまう。食細っ。ソーセージ食べてんの似合いましたね、すごい。島さん、なんか、爪楊枝がなんか、とかがすごい似合う。ちっちゃいの。何してきたの。ちっちゃいのにスーツ似合うよね。ああ、ちっちゃいの。服似合うんだよ。服似合うよね。全部似合う。
わ、みんな服似合うからおしゃれだと思ってるんですけど、島津さん服全然興味ないですよね。あ、そう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 、意外と意外。あ、もうおしゃれ芸人だから。え、お前これどうしたのって言ったら、なんかこの間もらいましたとか、うん、でもうまく着こなしてる、ね、そうなんですよ、もう。あ、そうなんだ。だから、その芸術家タイプな可能性あるよね、うん、絵とか描かしたらすごい味のあるいい絵とか、うん、いい字描きそうだし、想像で喋ってるやん。絵みたいな、だって島さんの油絵みたいな見たいっすね。何これ島さんの油絵みたいな、島さんの油絵みたいな、矢敷のなんか見たくない、見たくないね。もうそう思ったら才能に溢れた顔してる。なんだこいつ、おい、だ冗談じゃないっすよ。何を人いじってんすか。本当だよ。ナチュラルでこんな、なんかかっこいいテンパの人いるなんて見たことないです、俺は。なあ、そうさ、ほんとそうよ。新宿スワンの主人公ぐらいだろ。ナチュラルにできてますね。これ超意地悪くない、ちょっと、ちょっと離れすぎてない、これいつですか。これちょっと離れすぎてない、これなんか疲れてる時期、疲れてる、はい、疲れてる時期に、もうええってよ、もう。なんやねん、写真見ていじって。もっと深い話してたやん、昨日。笑顔似合わないんだよね。笑顔似合わないです。うん、だからさ、こいつさ、なんか歯を見せないよね、多分笑っても、うん、こう、あのこうやるでしょ、写真とか。確かに写真とかこうやってやるんだ。やりますそれ、やりました。ちょっともうええわ、ちょっと入れたこれ、うん、漫才の終わり方もなんか、お印象残りましたよ。お前もそうだなって、なんか最後絶対あの、うん、あ、ちょっと硬い、あ、ちょっと硬い、それ全然知らんかった。あれのというか、一回なんか漫才で、うん、俺なんか、マジ衝撃だったんですけど、どうもって出るときになんかテンション上がったかわかんないですけど、なんかあの、うん、そこで死ぬから、びっくりした。え、嘘え、知らないですか、ね、あ、そっか、あったっけ。どうもの時に、なんか、そあの上手の袖からそこで死ぬから。一回やったかもな。テンション上がりすぎやろ。屋敷さんも言ってたんですけど、多分結構満席でもう、ドカンとか受けるみたいな時に、なんかテンション上がって、即死してた。その映像ないかな。まあ、あったらね、ニューヨークチャンネルで探してほしいですね、その点は。確かに、機嫌いい時、確かにすごいですよね。完全な私服で MC してる時なかったですか、1時。3、4回ぐらい帽子かぶって。それ、機嫌いいと思われたね。本当、あの、どういう、すごい機嫌いい。マジ、昔のダウンタウンだね。ガキ使うの時みたいなね。マイクここら辺で。確かに、嶋佐さんぐらいじゃない、あの、その無限大ホールで、あの、帽子かぶったまま舞台結構出るのが、やっぱ。唯一。でもあの時も宣言するからね、俺今日被ったのもやっちゃう。ダサッダサッ絶対言うから、言わない方がいい。側転の時もそうだったんですよ。ちょっと側転するわ。だからさ、そういうことは報告するけどさ、あの、意外と他のことって報告しないよね。おー、プライベートは彼女できたみたいな報告ないでしょ。あ、聞いたことないでしょ。全然ないでしょ。俺もだって全聞かなかった、俺だって9年ぐらい前に紹介したの一人で、そのこと付き合ったの、はい、うん、付き合ったって報告なかったからね、紹介したのに。それ変だ、恥ずかしがり屋なんですかね。紹介して数ヶ月後ぐらいに、まあ、飲んでる時、あ、そうだお前、あ、紹介した女の子、あれ、どうだったみたいな、あ、大さん、付き合いました、あ、そうなんよ。いや、おかしいおかしい、自分から行きますけどね。あ、そうだ、それは絶対おかしいっすね、よかったねって言って。だから、パチンコみんな好きじゃん、はい、で、やっぱいっぱい出たらすぐ人に言いたいじゃん、もうすぐ言いたいです、みんなで。でも島さん言わないよね。言わない、島さん最近行ってるとか言って、あー、3日前ぐらいに2万発出ました。いや、言えで言わないの、それすぐ言えよ、てます言うくせに。すぐ言えよ、お前。大沢さんってのはもうすぐ言いますもんね。すぐ言う。出た瞬間に LINE します。もう LINE もするね。何も言わずにその画像の写真だけ見せるっていっぱい出たら、だって大沢さんに会うの楽しみっすもんね。何やねんこの回。まさかの、まさかの嶋佐あるあるだけで僕だけの本ほんと身内だけが喜んでくれるような、すごい楽さというか、大丈夫でした。まあ、モテないがやっぱ一番だよね。あと嶋佐で笑ったことない。いや、そう、嘘ついてるからね、そこに関しては。そこに関してはもう嘘ついてる。ネタの尺に厳しくてモテなくてキス好きで機嫌いいと私服で舞台に出て。いやー、こんな風に思われてんねやっていう感じやな。だから、でもね、いや、あんまないからね。これはまたシャープ2と違って、シャープさんだいぶ僕恥ずかしかったですけど、うん、でもすごいなんか見てくれてるのは嬉しかったですよ。まあね、自分がおらんとこで自分の話でこんだけ盛り上がるっていうのはね、すごいそれは嬉しかったですけど。
なかなかないですけど。嘘ついてんだよ。モテるから俺。いやいや、モテるし、笑かしてるし、衝撃だった。ったそのトイレからお前。笑ったことないって、あの10年間。びっくりしたわ。衝撃、あんな毎日飲んで。確かにそうやったんやな。そんな風に思う。それはちょっとね、持ってるけどね。まあ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 、まあ。ありがとうございますね、おまごみが。ありがとうございます。ラストですか明日が。明日がラストです。はい、あなたじゃないですか。俺なんかな。いや、俺そんなないような気がするな、うん。まあまあ、とりあえずじゃあ今日一日見ていただいた方ありがとうございます。すいません、明日最後なんで明日もよろしくお願いします。ありがとうございます。今回僕の話なのか。お前芸人で屋敷派なんていねえぞ。罪深い。罪深い先輩ですよ。罪深いな。しょうがないやつは素直だ。屋敷軍団的なのはもうついに屋敷が動いたその山が何をヘラヘラしてんだろうな最悪やんこれニューヨークへ